今回も返事は。ナイス。でも、お元気でしたっすよ。そうか。ならいい。あ、で、壺のラッピングっすが、新作のひまわり柄はいかがっすか？うん。なかなか可愛いな。それで頼む。可愛い。何か用か？手紙が落ちてたんだけど、心当たり。読んだのか？あんたのだったの？読んでないぞ。ちょっとしか。本当だな。うーん。こいつも一緒に送ってくれ。毎度、亀人急便が責任と愛情を持ってお預かりするっす。用が済んだなら出発するわよ。行き先はミッドガンドリオ。準備はできている。誰かへの贈り物かな。手紙までつけて。相手は女だな。間違いない。そうなの？でも丁寧で綺麗な字だったね。なあ、アイゼンのやつ意外に達筆でマメなんだな。おいお前ら。あ。つー。口は災いのもとだな。だね。棒に愛称をつけてやったか。主はなんだかんだで情に熱い女じゃの。どうせフィーなんて安直だとか言うんでしょ。安直ではあるが、ここまで安直じゃと逆に誰も使わぬ。故に個性的と褒めたつもりなんじゃがの。名前というものは己が何者かを考えるときに必要なものなんじゃ。名を与えられ、自分が他の誰でもない自分だと気づき、この体の中にある形のない心が動き出すのじゃ。坊の心を最初に転がしたのは、お主じゃ。偶然とはいえ、坊を人形から生き物にしたんじゃよ。で、何が言いたいの？旅の初めから寝食を共にしてきた仲ではないか。愛称をつけてくれてもバチは当たらんじゃろ。そんな深い仲だと思ったことはないし、あんたは好き勝手に出入りしてたでしょ。お主はそんな歪小な心の持ち主じゃなかろう。心の友に愛称をつけるくらいの甲斐性はあろう。心の友じゃないし、愛称をつけるのが得意なわけでもないから。頼む。一生のお願いじゃ。じゃあ、マギ。マギはまんますぎるじゃろう。愛情を持って解消してくれんかな。なら、ルー。ベジタブルやミートがトゥギャザーしてカレーになってしまうじゃろうに。じゃあ、カキク。お、まあまあ、ありかなしかで言えば、千の候補のうち1011番くらいにはありじゃが、相性なんじゃから、もっと愛嬌があって、印象に残るものがいいな。じゃあ、帽子。見た目まんまかい。本スカート。見た目から一歩進めんかい。実は目つき悪い。それは誹謗中傷じゃろ。見た目&悪口禁止じゃ。笑いながら人の痛いところをつく魔女。それは内緒の内情じゃろうに。だから、最初に言ったでしょ。得意じゃないって。もういい。お主とは相性が合わぬわ。アイゼン、壺から出てきたタコはどうしたんだ？ダイルと黒金がモアナの晩飯を作ると言って調理場へ持って行った。タコゴーマをモアナに食べさせるのですか？クーマは汚れを食わないといけないからな。故に生け捕りにして持ち帰ったんじゃ。あの二人、何を作るつもりなの？タコスミパスタをメインに、タコ焼きとタコから、ヘラビーサ風ゆでタコのカルパッチョだ。タコ焼き器なんぞ監獄島にあるのかえ？パスタ用の大鍋と一緒に、黒金が鉄の塊を叩いて作っていたぞ。自分の顔はそのままのくせにな。しかし、タコ焼きは俺も久々に食いたいぜ。タコスミのパスタか。タコもイカも敵に襲われた時に身を守るために炭を吐くけど、成分も目的も違うんだ。
イカスミは粘り気が強くて分身みたいな塊になるけど、タコスミは水に広がりやすく煙幕代わりになる。でもタコスミはイカスミと比べると旨味成分が30分の1しかないから、あまりパスタには使われない。ラフィーも同じこと言ってた。だからタコスミのパスタは美味しくないんだって。ラフィーが？うん、結局作らなかったけど、どうなんだろう。もう味がわからないし、どっちでもいいけど。味見するよ、僕が。だからタコスミパスタ作ってね。ゴーマじゃない、本物のタコが釣れたらね。なあ、アイゼンが手紙と壺を送った相手って一体何者なんだろうな。もうその話はやめようよ。アイゼンに原骨されたところまだ痛いよ。でも気になるだろう、お前だって。少し。あのかしこまった文面からしてよほど大切な相手だ。おそらく恋人。恋人、アイゼンの。あんな壺をもらって喜ぶ子供はいないし、可愛いラッピングを喜ぶ男もいない。となればアイゼンと同じ感性を持った妙齢の女、そんな奇跡みたいな女に惚れるのは当然だろう。そうかな。僕はあの黄色い傘の女の子だと思うけど。お前よっぽどあの女の子が気に入ったんだね。違うよ、そんなんじゃないよ。ではどのようなんですか。え、エレノア、盗み聞きとはお行儀悪いの。ライフィセットが誰を好きになろうと自由じゃろ。マギルーも聞いてたんじゃないか。僕はただラッピングのひまわり柄はあの子のイメージだなって。そう言われればそうね。でも誰だっていいじゃない、手紙を出せる相手がいるんだから。そうですね、少し羨ましいですね。なんか綺麗にまとめてるが、お前も盗み聞きしてたんだな、ベルベット。どう思います、アイゼンのこと。なんじゃお主、ああいうのが好みなのかい。へえ、そうなんだ、意外。違います、アイゼンの贈り物のセンスというか、収集物へのこだわりが少々風変わりというか。そんなことか、つまらん。ほんと、男は多かれ少なかれよくわからないこだわりを持ってるものよ。その話は聞きましたが、こだわりが強すぎる傾向があると思いませんか。言われてみればあの解説は度が過ぎている気もするわね。収集品だけではないからな、こだわりは。そうなのですか。毎週の休息日の夕食は決まってカレーじゃし、船着き場のボラードも必ず3番と決まっておる。そういえば調理場で海賊たちが嘆いてたわ、パスタの茹で時間と塩加減にうるさいって。服も靴もいつも同じ仕立て屋に同じものを作らせて納めさせているそうじゃ。ミリ単位のサイズ指定に素材の色味にもうるさい、ダメ出しも多いと亀人が嘆いておったわ。もはやこだわり屋ではなく面倒な男って感じね。でも少し見直しました。海賊ってもっと雑で不衛生な人たちだと思っていましたけど、案外繊細なのですね。どんな再評価よ。やっぱり裏側しか出ないのは悲しいの。いや、今更そんなことは気にならん。そうは言っても一度くらいは表を出したいだろう。俺は見てみたいし、ライフィセットも見たいよな。うん、見てみたい。そこでだ。じゃーん。ん、このコイン、いつものアイゼンのコインと同じように見えますけど。表はな。だがこのコインは両面が表なんだ。黒金に頼んで作ってもらった特注品さ。
両表のコインならいくら死神の呪いがすごくてもさすがに表しか出ないだろ。そんなインチキで表が出たところで意味ないじゃないですか。インチキじゃない、これは努力だ。はい。どんな形であれ諦めずに挑み続けることで道は開けるものだ。面白い。表を出してやる。何？カラスがコインを加えていっちゃったよ。カラスは光るものを集める習性があるんだ。クソ、カラスに敗れるとは。こんなこともあろうかと予備も用意してあるぜ。さあ今度こそ死神の呪いに打ち勝つんだ。よし行くぞ。グリフォンが両表のコインを食べてしまいました。おのれ。大丈夫だ、もう一枚予備がある。これで死神の呪いに引導を渡してやれ。おう行くぞ。嘘だろう。いくら死神の呪いでもここまでやらなくてもいいだろうに。気にするな、こうなる予感はあった。絶対なかったですよね。うん。ちょっと聞いてもいい？なんだ。あんたって地の精霊でしょ。地の精霊って水には沈むのになんで海？むしろ地の精霊だからこその海だ。そう来る。続きが気になるわね。アイフリードは生まれ持った性質を受け入れろと言いながら泳げない海賊かよと大笑いしやがった。その場でぶちのめしてやろうと思ったが、そんなことをしても泳げない事実は変わらん。俺は水に属性という宿命などに負けたくなかった。だから水を克服するために特訓したんだ。あんたいい具合に壊れてるわね。でも特訓なんかで属性って超えられるわけ？川で練習を始めた途端大洪水が発生し、山から流れてきた土砂に飲み込まれた。湖に潜ればもぐさが突然増殖して全身に絡まり溺れそうになった。そして最後に飛び込んだ海では俺を中心にして大渦巻きが発生しやがった。ふん、それって死神の呪いでしょ。生まれながらに俺を縛る鎖という意味では地の属性も死神の呪いも大した違いはない。これは俺の限界への挑戦なんだ。ああ、で、あんたは泳げるようになったの？泳ぐことはできるようになった。携帯用の浮き輪は手放せんがな。あ、そう。副長、あの王子の鷹っていうかグリフォン、なんとかならないっすか？狩りとか言って日に日にとんでもないものを捕まえてきて、デッキが大変なことになってるんすよ。鷹が狩るものなど鷹が知れてるだろ。最初は海藻や魚とかだったから食材になってたけど、喜んでたらどんどんエスカレートしてきて、150キロ級のシーラカンブリとか350キロ級のトドメカジキとか捕まえるようになって。助かるじゃないですか。あのタカ、獲物を空から甲板に向かって落とすんだぞ。トドメカジキを刀みてえな鼻から落としやがって、刺さったらそれこそトドメだろ。助からねえだろ。注意すればいいだろう。そうなんだけどさ、鷹見てる王子の幸せそうな顔と注意された時の悲しい顔を見ちまうとなあ。グリフォンを飛ばしている時の王子は楽しそうだったよ。時々笑いながら、オグオグ、もっと飛びたいかいってグリフォンに優しく話しかけてた。ホグホグ。ホークとグリフォンの頭文字を合わせてホグホグだって
モアナが言ってたよ。王子は初めて自由を感じているんだろう。今まではやるべきでやってきた王子が自分の意志で鷹を救うために飛び出したんだ。ホグホグはもう一人の自分なんだ、王子にとってはな。で、どうするんすか。大した被害が出てるわけじゃない。カンパニー大穴開いたんすよ。王子だって限度はわきまえているはずだ。ささやかな楽しみを奪う必要はない。いやー、どうかな。王子の自由は暴走しとるぞ。今甲板で見てきたんじゃが、あのグリフォン、今度はエレファントマグロを捕まえたようじゃぞ。エレファントマグロってシャチも丸飲みするほど巨大なマグロだよね。そいつはもうほぼほぼゴーマだろ。うむ、ゾウの耳のようなエラが特徴の巨大魚じゃし、ゴーマの可能性もなくはないの。ご祝儀相場なら2000万ガルドはくだらぬ大物がバンエルティアの空で怪しく光っておったぞ。2000万ガルド？なんだよ、あの王子とグリフォンも役に立つじゃないか。バンエルティアの空？いかん、ベニック、王子を止めろ。あいあいさー、落とすな、落とすなよ。ボスからあんたたちに伝言を預かってきた。ローグレスの東にあるアルディナ草原に凶暴なゴーマが出るらしい。あんたらの探してるやつかもしれない。ローグレス東の街道は封鎖されとったはずじゃが。一時的にな、今は解かれてる。アルディナ草原の先にある村ストーンベリー、普段のゴーマを目撃した仲間がいる。詳しい話はそいつから聞いてくれ。分かったわ。同じだね、僕が探知した。タバサに礼を言っておいてくれ。クーマがいる可能性が高まったな。今の情報確認してみようぜ。ええ、まずはストーンベリーに行ってみる。アイゼン、僕なんか失敗した？いや、奴らにタダで情報をくれてやる必要はないと思っただけだ。ん？地脈点のことだよ。俺たちだけが知っている情報だろ。でも警視庁は味方でしょ？敵ではないが味方とは言い切れん。裏同士というだけじゃ。それも時と場合によってくるりと変わる。こちらが信頼しなければ相手も信用しないでしょう。初めて会った使いの者が俺たちの顔を知っていた。告げてもない行き先に先回りしてな。あ、こっちは奴らのことをろくに知らないのに、向こうは全部お見通しってわけね。わしらを売るのは造作もないと暗に言うておるわけじゃな。俺たちが清涼に対抗する戦力であるうちは協力できるだろう。だが切り札は多いほどいい。互いにナイフを突きつけ合っているのを承知で背中を預ける。それが裏社会の信用ってことね。厳しいね。タバサのお店の料理の味は簡単に信用できるけど。はあ、それは同感だ。ストーンベリーは行くの初めてだよね。なんで通行止めされてたんだ？ゴーマか？いえ、アルディナ草原で巨大な竜巻が発生して、輸送キャラバンが何百人も行方不明になったのです。寒冷化の影響による異常気象だな。雷が頻発した地域や豪雨に見舞われた町もある。ええ、そういった地域への街道は
清流によって厳しく往来が制限されています。解除されたってことは竜巻は収まったって思っていいのよね。どんな町なのかな。結構いいところでふよ。東に広がる森林地帯では宝石が採取できるし、珍しい植物も昆虫もたくさん生息してるでふ。数少ない住民たちは動物の肉や毛皮を必要な分だけ売り買いして暮らしてるし、静かで良いとこでふよ。ずいぶん詳しいんだね。こやつの初恋相手のノルミンの故郷なんじゃよ。姉さん恥ずかしいじゃないでふか。今は離れ離れになってしまったでふけど、あの子とは心が通じ合っているんでふよ。わしとお主が契約して旅に出た直後、あの娘は男前のノルミンと恋仲になり村を出たがの。そんなの初めて聞いたでふよ。姉さんいつその話を。わしから逃げ出したお主を探す旅の途中じゃったか。いや、村を出て数分後忘れ物を取りに戻った時じゃったか。ま、どうでもいいがの。よくないでご。男が女に振られたぐらいで泣くな。ストンベリーへ急ぐぞ。東の草原がようやく通れるようになったそうよ。ストーンベリーの人たちも無事みたいで、私も主人も一安心したところなの。はっ、俺は別にあいつのことなんか心配してない。こんなこと言ってるけど本当は心配してるのよ。あ、あいつっていうのはこの人の弟子のことね。何の弟子なの？この人は建築士なの。放出や清涼からの注文もあるのよ。この港で仕事してたんだけど、ちょうど終わってこれからローグレスに戻るところなのよ。余計なことは言わんでいい。弟子の人はどうしてストーンベリーに行ったの？若くて才能はあるんだけど、ちょっと変わった子でね。自分の手で新しい町を起こすんだって開拓中のストーンベリーに行っちゃったの。職人は自分の仕事と向き合っていればいいんだ。町を起こすなんて身の程知らずにも程がある。でもこの人、あの子のこと破門しなかったのよ。怖いもの知らずなところ、若い頃の主人に似てるのよね。だから気持ちがわかるんだね。知らん。腕があると思うなら勝手にやればいいんだ。最後までやり抜けんようなやつならそれまでのやつだ。今の聞いた？やれると思ってるのよこの人は。もしストーンベリーに行くようなことがあったら、あの子の工房を覗いてあげてね。うん、行ってみるよ。ごめんね、うちの主人が感じ悪くて。ううん、平気だよ。おじさんみたいな人僕慣れてるから。ちょっと誰のこと？いやー、最近王都周辺は平和でありがたいよ。港まで安心して買い物に来られる。王宮で暴れたっていうゴマ、あちこちの町で暴れてるって噂もあるけどさ、同志アルトリウス様と清涼の方々が目を光らせてくださってるから、ゴマも恐れをなしてるんだろうね。そうじゃといいがな。そうに決まってるよ。王都の近隣の地域のゴマ退治も進んでるみたいだし、アルトリウス様は素晴らしい。清涼への尊敬、同志万歳、大いに結構じゃが、迂闊にヤブをつつくとヘビ女が出るやもしれんぞ。ヤブ？ヘビ女？清涼に噛みつくヘビがおるんじゃよ、世の中にはの。ろくな女じゃないね。だそうじゃよ。誰がヘビ女よ。あれはドラゴン。あれじゃな、アルディナ草原のゴーマというのは。自由に飛んでたがクーマなのか。地脈点感じた。
あっち、あの岩山の上あたりだよ。確かめてみましょう。地脈を強く感じる。この上だよ。なんとかして登ろうぜ。おお、絶景かな、絶景かな。気持ちのいい景色だな。絶景には同意しますが、あんまりはしゃぐと落ちますよ。ここ何本も地脈が走ってる。やはり感じたか。このアルディナ草原は何本もの地脈が複雑に錯綜する場所だ。本来なら大地の変化は数万年単位で起こるが、この辺りの岩山はここ千年で隆起したものだ。地脈の流れが地形に影響を与えたんだね。そうだ。大昔には逆に地脈に刺激を与えて大地を操作する術もあったと聞く。そんな術が。人間の体でいう壺のようなものでしょうか。壺を押すと血流が整うみたいな。強引な例えだが、似たところがあるのかもしれん。もっとも、もう失われてしまった技術だがな。にしても、アイゼンは何でもよく知ってるな。いや、知らないことだらけだ。現に俺は、ここに咲いている花の名前も知らない。だから、こうして旅をしているんだ。アルディナ白草よ。この白い花の中？ええ。昔、弟が図鑑を見せて教えてくれたのよ。一株だけだとすぐ枯れてしまう。すごくひ弱な花。けど、何株も寄り添うことで互いをかばい、厳しい自然の中でも、たくさんの白い花を咲かせる。だから、花言葉は、人の絆。人の絆。覚えておこう。お前の弟が教えてくれたことだ。忘れないわ、私も。ここ、僕が感じてた地脈点だ。クーマもいないし、結界もないようですね。また外れかな。決めつけるのは早いわ。あいつが結界を破ったか、精霊が制御しきれていない可能性もある。あり得るな。ドラゴンは最強のゴーマだからな。問題はドラゴンがクーマかどうかだ。そこね。予定通りストーンベリーで情報を得ましょう。やれやれ、一番の問題は敵がドラゴンというとこじゃろうに。さーて、警視庁がいそうな場所といえば宿屋を当たるのが定石だな。よし、ブルーベリーいっぱい集まった。そんなに集めてジャムでも作るのか。うん、鶏に食べさせるの。それで紫色の黄身の卵を産ませるんだ。できないだろう。できるよ。黄身の色は餌によって変わるっておばあちゃんに教わったんだから。言われてみれば鶏の餌いつもはトウモロコシだもんな。それで黄色だったのか。けど紫色の卵なんて作ってどうするんだ。また王都から人が来るようになったでしょ。珍しいから高く売れるんじゃないかなって。特産物ができれば村のためになるし。それはそうだけど売れるかな。紫の目玉焼きとか紫のオムライスとか紫の親子丼とかができるんだぞ。お前食べたいか。珍しいから売れるもん。自分で考えないくせに文句ばっかり言わないでよ。悪い、俺も手伝うよ。なら玉虫をいっぱい捕まえてきて。鶏に食べさせて玉虫色の卵に挑戦するんだから。鶏も災難だけど。了解。のんきな村ね。しかし当たり前のようにああいう挑戦をする。人間のすごいところだな。ああ、失敗を繰り返しながらいつか全てを成し得るかもしれん。挑戦か。とはいえ紫や玉虫色の卵は勘弁じゃがのう。ストーンベリー付近はね、ラズベリーやストロベリー、ブルーベリーといったベリーがたくさん取れるの。食べきれないほどのベリーの実が地面に落ちて石ころになったっていうおとぎ話があるほどよ。
だからストーンベリーっていう名前なの？そうよ。だからこの辺りで採れたベリーを使ってジャムやスイーツ、グミを作ったりしてるの。ベリーのグミ？食べたことないな。ジャムやお菓子はもう出荷もしてるんだけど、ラズベリーグミはまだ試作段階だからね。うん、残念だな。そこの畑の野菜も何か特別なものなのか？あまりよそでは見かけない気がするが。鋭いわね。あなたの言う通り、ラディッシュベルっていう珍しい野生の赤芋よ。近くの山で見つけたんだけど、問題があってね。残念ながらラディッシュベルは毒芋なの。見た目はうまそうに見えるけどな。そうなんだけど、皮と芽に強い毒があるから丁寧に取り除かないとかなり危ないのよ。毒さえなければホックホクで甘いし、バターも合うし、さっくり揚げても美味しいし、最高なんだけどね。だったら加工してから売ればいいじゃない。そうなんだけど、今のままじゃかなり厚めに皮を剥かないと食べられないのよ。げんこつくらいの芋を剥いて食べられるのが卵の黄身くらいの大きさじゃ採算取れないでしょ。だから今品種改良をしてるのよ。いつかは毒を薄皮一枚くらいに抑えたいわね。毒なしの芋にしようとは思わないんだ。毒なしにすると虫がつくし、暑さ寒さに弱くなるの。無害無毒ならいいってもんじゃないのよ、芋も人も。ストンベリーの開拓はなかなか進まないけど、この町は大きな可能性を秘めているよ。ここらの樹木は育ちも良くて材木に最適だし、近くでは石材もたくさん取れる。ゴーマ病が収まればきっと国は再興するし、木材や石材の需要は間違いなく高まる。何より静かだし、綺麗な水場もあるし、僕のような職人には最高の仕事環境さ。最高で最高というわけじゃな。でも町を開くには人手が足りないように感じますけど。そうなんだ。この町をもっと人々に知らしめるには何か名物が欲しいと思うんだが。この辺りでしか取れない野菜とか果実とか、そういったものはありますか？ラディッシュベルという芋を作ってるけど、これはいろいろと訳ありだしな。人を集めたければ金を鳴らせばよかろう。ここには金の鳴る木があるぞーっての。なるほど、鐘楼は悪くないかもな。ストンベリーだけに石の金ありだな。なしでしょ。え、石を叩いて音なんか出ないでしょ。そうだった。あー、まだまだ自分は未熟だ。落ち着いて物事を考えろと教わったのに。親方の名を汚さないためにも精進せねば。久々にローグレスに行った帰りにアルディナ草原を通ったら出たんだよ。バケツの水かぶってるみたいな大雨と吹き飛ばされそうな強い風が吹いてさ、真っ黒な空から嵐の塊みたいなでっかいやつが飛んできたんだよ。空飛ぶ巨大なゴーマ。そしたら隠れてた大魔士たちが出てきて、そのゴーマと戦い始めたんだ。でもそいつは大魔士の剣を角で受け止めて、尻尾で大魔士の体をなぎ払って。角と尻尾。そのゴーマはどこへ行ったの？知らない。あまりにも恐ろしくてすぐにそこから逃げ出しちまったからさ。清涼が退治してくれてればいいんだが、大魔士三人がかりでも一撃でやられてたしな。そうだ、その時もう一人誰かいたような気がするな。ゴーマに向かってやめろって言ってたけど。あいつか。あんたたちもアルディナ草原に行くときは十分注意した方がいいよ。この辺りの水は浸水作りに適しているんだ。
私はここで新しい神水を作ろうと思っていてね。この辺りの特産からするとベリーの果実神水ですか？いや、このひんやりとした空気と程よい湿気は琥珀神水を作るのにいいんじゃないか。この辺りの地形からすると水には鉱物が多く含まれている。米の神水を作れば一味違うものができるはずだ。あんたたちの言う神水は私も考えてみた。しかし私のライバルは茨姫なんだよ。だがあの神水を作るのは、そう簡単ではない。茨姫はエメラルドの樽に霊山の翡翠を注ぎ、7年間太陽の光を絶やさずに当てることでできる。光を浴びた翡翠の色は七色に変化し、樽のエメラルドと同じ色になったとき、ようやく完成する。光醸造ってことか。そんな奇跡みたいな神水に勝つのは簡単じゃないだろうな。だが私はついに見つけたんだ、最高の石を。樽のように使える宝石ですか？それでは茨姫と同じじゃないか。私のは腰石とでも言えばいいかな。石で腰ということですか？この先の山奥で水を吸い込む石を見つけてね。その石を使ってベリー神水を越してみたんだよ。すると信じられないほど透き通った味の神水が出来上がった。果実神水の旨味を残したまま無色に透き通った純神水とも呼べる究極の神水だ。それ飲ませてもらうことはできないのか？残念ながら10年かけてようやく一口分しか神水がたまらないんだ。一口目は私が飲んでしまったから、あと50年以上待たないと振る舞えない。私が生きている間には厳しい。50年後にここに飲みに来ようぜ。お互い人間じゃなくてよかったな。ザビーだ。よう、副長。誰かを待ってるの？いや、あいつとの願掛けさ。あいつ？行くぞ。ここに警視庁はいないようだ。いいのかよ、俺を放置して。誰にも邪魔をされたくない時間がある。ビー？願掛けって何のことだろう。ザビーダが飲んでいたのは茨の森だった。おお、大切な人と飲み交わせば永遠に添い遂げられるというロマン無双の一品じゃな。だがめったに手に入るもんじゃない。俺も一度飲んでみたいと思ってるんだが。きっとザビーダにとって特別なものなんだね。だからアイゼンは。そんなんじゃない。ベルベットさんですね。あんたね、例のゴーマの目撃者は。来る途中空を飛ぶ蛇みたいなドラゴンを見た。あんたが見たのも？はい、同じゴーマです。あいつの巣はアルディナ草原の岩山の上で。岩山には行ってみたけどいなかったわ。
戻ってくるのは雨の日だけです。雨の日だけか。なあ、あつらえたかのように雨が。嫌な予感がビンビンじゃわ。わかったわ、もう一度行ってみる。